ロンドンデリーハウス1900年頃ロンドンデリーハウスはイギリス、ロンドン、メイフェア地区のパークレーンにあった貴族のタウンハウスである。この邸宅はロンドンデリー公爵のロンドンでの居宅として1962年に売却されるまで使われた。この邸宅は1760年代にホルダーネス伯爵によって購入された。その時伯爵は 隣の建物も買おうと考えていたが、購入は後日となり、彼は購入後2つの建物をつないで、正面玄関の両側に、主室の窓がある、ロンドンスタイルの住宅にした。1819年に、イギリスの貴族初代、スチュワート男爵、チャールズ・ベインによって購入され、毎年のソーシャルシーズンの間、家族がロンドンに滞在するために使われた。 購入後男爵はすぐに改装を開始し、建築家、ベンジャミン・ディーン・ワイアットとフィリップ・ワイアットを採用したことからもわかるように、彼は出費に射止めをつけなかった。1822年、スチュワート男爵は第三代ロンドンデリー公爵に助爵された。公爵家はまた、ダラムの豪華な邸宅ウィンヤードパークとアイルランド、アルスターの邸宅マウントスチュワートを所有していた。 1835年までに大改築は完了し、ロンドン中の注目を集めた。中央階段は近くのセントジェームズにあるランカスターハウスのものを上回る容器とされており、それは成功していた。邸宅には大きな天窓とロココ調のシャンデリア、隣接する二つの独立した大階段が備えられていた。この素晴らしい階段はだいぶ登場に続いており、 そこにはガーターローブを着用したスチュワート家の男子の肖像画が掲示されていた。アプスリーハウスのワーテルローの部屋に触発されたとも言われているが、それを上回っていた。部屋の中にはアントニオカノーバによる大きな大理石の彫像とフランススタイルの椅子が置かれていた。有名なロンドンデリーシルバーはその奥をロイヤルパビリオンで見ることができる。その上は、 ダイニングルームになっており、そこにはロンドンデリーシルバーと呼ばれる素晴らしいシルバーのコレクションが所蔵されていた。今日ではその大半がブライトン氏により購入されており、ロイヤルパビリオンでオーモンドシルバーと共に閲覧することができる。他には3つに分かれた客間があり、そこにもさらにロンドンデリーシルバーがあり、フランスの家具、世界中の絵が、 鳥が描かれた天井が備えられていた。第一次世界大戦の間、この邸宅は軍の病院として使われた。戦後、第七代ロンドンデリー公爵、チャールズ・ベイエン・テンペスト・スチュアートと彼の妻イーディスは、引き続き居宅として使い、大いに娯楽を楽しんだ。第二次世界大戦後もこの邸宅は公爵家の所有であり続けたが、1950年代後半に、それは、 終焉を迎える。このサイズの邸宅は巨額の費用を生じさせるからである。ロンドンデリーハウスは1962年に売却され、取り壊されて、その後、ヒルトンホテルロンドンが建てられることとなった。ありがとうございます。